聖路加国際大学は、東京都中央区赤市町10番1号に本部を置く、日本の私立大学である。1964年に設置された。大学の略称は、聖路加国際大、聖路加大。日本聖光会系のキリスト教主義ミッションスクールで、ある。大学の名称は、ルカ福音書の聖路加に由来。聖路加と読まれることもあるが、大学ホームページにも、聖路。 過国際大学とあり、誤りである。私立大学として、日本で初めて看護学部を設置し、日本で初めて看護の大学院博士後期課程を設置するなど、設立当初から日本の看護会のリーダーと指導的人材を多数育成してきた。聖路加国際大学は、キリスト教精神を基盤として、看護保険の職域に従事する看護専門指導者の、 育成を目的とすなわち治療予防保健指導の各面に必要な看護に関する科学的知識を養い、技能の熟達を図り、人格の寛容に努め指導者としての能力を高め、学術を中心とした看護の実践と応用によって看護及び、看護教育の進歩発展に寄与し、もって国民の福祉に貢献することを使命とする。所在地学部大学院附属機関21世紀。 COE プログラム聖呂化看護大学大学案内見学の精神理念アーカイブド2010年7月28日アットザ・ウェイバックマシン海外行定校聖呂化国際大学聖呂化国際大学2020年4月4日閲覧ありがとうございます